2005年度第22回中日ドラゴンズ野球教室を開催します。まずはじめに北谷町スポーツ少年団代表挨拶を照屋副本部長が行います。皆さんこんにちは。北谷町スポーツ少年団副団長の照屋と言います。どうぞよろしくお願いいたします。本日は子どもたちのために、野球教室開催どうもありがとうございます。この貴重な経験をもっと子どもたちと運動者一緒に学ぶ機会気持ちで子どもたちの今日一日短い時間ですけどどうぞよろしくお願いいたします。指導してくださる選手の皆さんと一緒に記念撮影を行います。
バックボードを背にして写真撮影を行いますので。